どうも、こんにちは。こちら、半年ほど前に立ち上げた自分の飼育部屋なんですけれども、まあ、現状どんな感じなのか、皆さんに改めてご紹介させていただきたいと思います。まず、こちらはですね、用品販売に出してる生態ですね。今のところね、 北大東島産の大東平田幼虫とか、山梨県産の F0 からの血統の国産奥浦さんの幼虫、あとはね、沖の選ぶ平田の新生虫で F0 幼虫最終品のペアとか、まあその辺をここに置いてるんですけれども、まああとこれはね、白細わらじ虫ですね。 ええー、まあ、クワガタに関係あったりなかったりみたいな、そのあたりを置いてます。で、こちらが、成虫の単品ですね。あとは、来季の種親。この辺ね、ヒラタとか国産オクワガタとか、これちょっと珍しいですね。沖縄県産の。 トカ敷島の沖縄平田。で、ラフェルトノコギリ、この間届いた。成中ペア。国産オークア。アンタエウスホー,ー国産オークアが結構多いですね。うーん。まあ僕は、詳細産地系のローカルラインばっかりなんですけれども。あとはホ平とか。沖縄選ぶ平田。 ファブリースタカクワイとかもあるね。下の方はまあ普通の平田ですけど。で、これはエサのイエコロギーですね。で、ここがね、まああの、これ、軽く置いてる割り出し予定の申請中なんですけど。で、こっちにね、今のところ幼虫をまとめて置いてるんですけど、禁止ボトルと発酵マット。発酵マット あとはほぼすべて離島平田じゃないかな。で、金石はね、大平ラ系の850ボトルなんですけど、まあ、国産オクワガタメインですね。うん、大メインが国産オクワガタで、あとは先島平田とか、これ何本あるんだえー、3、4、5、6、80本ぐらい。うーん、まあ、国産オクワガタだけメインで作っとけば、 商品販売とかちょっとお金になるなぐらいのいやらしい考えでやってるんですけどうんでここもそうですねリトーヒラターとか発酵マットで作ってますでこれがねアンタイウスの幼虫かまあそろそろボトル交換しようかなっていうぐらいですけどタイガーヒルインドアンタイウスのタイガーヒルで オスが多いんんんですよなんかうーん多分4本ぐらいオスだからまたちょっと幼虫追加で買ってみてメスが出てきてほしいなっていうところですけどねでこっちがね産卵セットこれ国産オクワタでリトウヒタで下がカブトムシの中華サタンオオカブトとかマトラスとかねみんなのヤマトサビですね この間さ、ちょっと珍しいクワガタ3ラセット組んだんですよね。これなんだけど、これ、台湾の離島の角タンで、高等角タンっていうさ、台湾の角タン初めてだったんですけどね、離島の角タンだったけど、ルイスよりも一回り大きいかな。ライビコリスみたいな感じ、イメージ的には。まあ、これでね、ちょっとわかる人ほどマニアなんだけど、 高等ウタンつってもさ、なんかライビコリスツノヒョウタンみたいな印象。サイズ感的に。うん。N マットでさ、古い掛けしたやつで産卵セット組んでますね。で、あっちの上が国産オクワガタの産卵セットと、タンクワガタの幼虫。でね、もう、この辺爬虫類両生類なんだけど、これがね、 クレステッド結構か。4等いるんだけど、多分全ボスメス買わんとあかんねんけど、お金なくて買えない。で、ゴジラジャイアントのレオパーのペアとサングロー。で、シリケンイモリですね。これシリケンイモリの沖縄本島、奄美大島、とかしき島なんだけど、結構頑張って作ってるよ。うん。で、森青ガエルの静岡県産ペアでいます。入り口のね、 手前に置いてある、こちらがマヤシロカブトの幼虫ですね。ホンジュラスのシロカブトですけど、6頭ぐらいいんのかなで、こっちが、ちょっと大問題児コーナーというか。まずね、これはね、ミルキーフロッグですね。南米の毒アマガエル。で、カブトムシの産卵セットと幼虫を置いてて、ヘラクレスレイリーと、ヤサカホワイトワイ。 で、ダビディスカブトと、クメジマカブトの自己最終決闘ですね。で、あとはね、カナブンが僕好きなんでやってるんですけど、スペキオーサーの厳命アシュと、ジュッセリーニとシアヌクロラ。スペキオーサー好きなんで、ちょっと手放してないんですけど。で、まあ、この辺は、ちょっと作業しなあかんなっていう、割り出し予定の3卵セット置いてるんですけど、 里頭平田、先島とか大東とか、その辺ですね。で、国産オクワガタの産卵セット割り出し予定の置いてまして、クルビデンスとかね。うーん。まあ、また、5つぐらいちょっと産卵セット割り出してなかのですけど。国産オクワガタがね、あんまり安定しなくてね、特に千葉県産なんてまだ、 一頭も幼虫取れてないんですよ。三メスぐらいでかけてるんですけど。まあだから、こんな感じでメスを抜いては、その都度、ペアリングかけて、また改めて三卵セット組んでいくっていうことをやるんですけどね。うーん。どうなんだろう。これ、ね、今年のボトルに入れた幼虫の数だけど、新潟が11頭。 新潟の別の産地20頭、山梨16頭、佐賀11頭、ブータン4頭、クるビね。うーん、まあもうちょっと増やしてもいいよね。20頭も入れてるとこに関してはもういいかなっていう感じだけど。千葉がまだ入ってこないもんな。うーん、千葉はもう15、6頭ぐらい抱えたいんだけど。まあ離島平田は順調ですよ。うーん、もともとそんなに。 産卵の難易度高くないから、北大と29入れてる。与那国、石垣、石垣、小浜。これ先島平田ですけどね。結構順調に推移してるのが離島平田。で、国産オクワガタはあんまり思い通りには行ってないです。こんな感じで飼育部屋が見渡せるんですけど、こう左向いたら押し入れなんですよ。下がね、 アクアリウム用品掘り込んでますね。あとは段ボールでかいの2つ分ぐらいプリンカップ。90センチ水槽の上部式フィルターが3本ぐらいも寝かせてあるっていう状況ですけど。で、上がシークケースですね。コバエ侵入抑制用シークケースかなんかそんなんをミニ小中大ともずらっと並べてます。まあ、並べても別にしょうがないから。 予備で置いてる状況ですけど。ね、奥がね、これはね、昆虫ゼリーとクリアボトルですね。まあ、クリアボトルの800がね、結構余ってて、現状使ってないんで、またなんか、リトーヒラタかなんか、入れていこうかなとも思ってるところなんですけど、昆虫ゼリーは全部フジコンうん。では、爬虫類用の飼育ケースとかもね、 コロコロ置いてますけど。まあ、現状こんな感じですね。ええー。もうね、昔の業者時代とは違って、ちょっとそこそこいい値段で動いてくれる虫だけやろうかなと思ってますんで、まあ、昔はもう手当たり次第全部自分の手元で残したいっていう気持ちでやってたから、まあ、それでダメだったんでしょうけど、うん。もう今はね、 ちょっと、いい値段で売れるような虫だけやっていこうってう気持ちが強い。これ症状倍増やしてる。<laughs> あの、イモリの餌ですね。コイモリの赤ちゃんイモリの餌で黄色症状倍かなんか増やしてます。レパシーで。なんかもうこれ見るたびに自分もこんなところまで来てしまったと思って <laughs>。ちょっと後悔するというか、気持ちが辛くなるんだけど、<laughs> 家でハエ増やしてますってさ。<laughs> まあ、まあ、今回こんな感じです。どうもすみませんでした。それでは失礼いたします。ありがとうございました。